いや僕ねそんなことより今日西川さんに言いたかったのはそのちょっと話戻るんですけど大阪時代に大阪のライブえっとインディーズシーンって先輩がいて先輩に気に入られたらようやくライブ出れるとかで逆になんぼ才能があったとしても人気があったとしても先輩に気に入られへんかったらこう飛び抜けていけなかったじゃないですか大阪の僕らのあの時代って。でまあ僕らの,あの 先輩、もう直系の先輩兄貴がおるわけですよそしたちが一回デビューされて、はい、よっしゃ次は俺らやと、うん、思ってた途端に、まあ、解散されてはいそうですねでどっか消えたじゃないですか消えましたうん、うん、み見なしごになったわけですよ僕 <laughs> 直系の僕らみなしごで <laughs> 他の直系のみなしごってすごいことだから直系のみなしごこんなののみなしご見たことないもんそうですよだからほっとかれたわけですだからもうまあ他のね先輩方が「じゃあお前らもちょっとうちとは系列ちゃうけど、うん、ちょっとこっち来るか?言っ」言うてようやくなんとか生き延びたんですよ、うん、ほんでようやく生き延びてデビューして飯川さん 覚えてはれへんやろうなと思いながら思っ、うん、たらえてないって <laughs> えそうやったんお前お前そうやったんっていう感じですごい悲しかったなと思ってだってなもう全然違っててルックス自体が、うん、やっぱだからお互いまあそうやったと思うけどまあ自分の昔の写真見てもこれあかんわって思うけど <laughs> それぐらいお互いやぼったかったよ <laughs> それがそら、うん、やっぱさやっぱメジャーメジャーのレベルからデビューするとなると、うん、まあ いいろろ洗練されていくわけ、うん、でどんどんさなんか独自の方向性になってくるわけでどこどこでライブやってるとか見てこうツアーのさ、うん、とかまあ下手すりゃ普通に隣同士のページとかって載ってるわけやからこの子そうかって思ったけど <laughs> それとあの時に、はい、あのチラシ配っていいすかって言ってた <laughs> あのアホと危ない,じゃないでって言のて一緒に思われへんかったんや。<laughs> ソフィアになってからはその前はバラバラやったりとかもあったけど、はい、いやいやもう西川さんに憧れて紫のスーツを買った口ですから <laughs> ああなつかしい紫のセットアップのジョッパーのスーツってなかなか着ませんよ誰に憧れてたいや独自の流れとしていやまあやっぱり捨てられてる <laughs> いやでもな、はい、考えたらほんまに 確かに申し訳なかったなと思うのは、うん、なんかあのー、ほんまになんかもう上も下もとりあえず全部一切がさえ縁を切ったんやそうでしょもうほんまにだからもうお前らはお前らでもう生きていけってやられたわけですよ僕らはもうあの時ほんまにそんな余裕さえなかった、はい、もう自分がほんまにこれからどうしてったらええんやろと思って、はい、だ結構疑心暗鬼やったとこもあってあすごい心配しましたもんみんなでうん連絡つけへんからうんだってほんまに その日ぐらいそのそのそそれで決めたその日からそのそれまでそのメンバーやったやつらとかも一切合れ切連絡取ってなかったから、うん、ほんまに全然お今逆に言うともう誰も分かれへん何やってるんかああ今はどうなんですか知ってるんですかあ全然全然知らん TM レボリューションになってからでも取ってないんですか知らん朝日ぐらいですか朝日は知ってる そうなんですわさびは知ってるそれぐらい滋賀に帰ってるらしいでって噂もあれば東京におるらしいでって噂もあってずっと東京おったよ中野にいたあマジっすか中野それでも僕らは下井草え新青梅街道沿い中野におったり小坂におったり忙しいなあんたもんまやでなあ小坂は大阪いる頃なそうそうそういやでもそういう時期ないなんでか分かる分かるよすごい やっぱさ分かるわかるでもああいうでも逆に言うとそういう時期ってなかったんちゃうなんか結構その、はい、まあそのソフィアとして活動し始めてから結構早くなデビューすることになった<そ>印象があったからそ,、ね、そのソフィアは早かったですな<ん>、その前がちょっと長かったんでうん,うんいやでもそういう意味ではさんなんかこう 実際自分もさこう大阪のシーンがどうなってるかとかさ、うん、やっぱこう知りたい気持ちはあるけどなんか、うん、もう知って変に里心ついたりとかして今の決心がい,いるわけでも嫌やったし、うん、なんせやっぱりこう一回自分をリセットしたいって、うん、一番大きかったからいやまあそれはもう大体分かってはいたんですけどやっぱり僕らが後輩にしたらですよ、うんまあ、ちょっとっ疑心暗鬼になるわけですよで<も>先輩についていってて、うん、次は先輩が行ってくれたその道を僕らは行けるんやと思ってたら バンってれるわけじゃないですかそうなるとこういや言うてちょっと待ってでもな、はい、そんなにうまいこと言ってなかったで、ね、<laughs> <laughs> いやいやで,でも、うん、でもやっぱりもう入ってさやっぱ俺もだから、はい、やっぱこうねバンドでやっぱデビューし、うん、できるとなって、はい、これ行ってこうなってこうなってこれぐらいなんのかなと思ったけどもう全っつ売れへんかったし、うん、もうすごいこういろんなものがやっぱりぶっちゃけほんまにもうねあの メンバーもこうデビューがやっぱゴールになってしまったりとかって感覚になってしまったからなんかもっとこ,うこんなことできへんみたいなことに対してやっぱなかなかやっぱり落ち着いてけへんところもあったしなんか自分がやらなみたいな感じで引っ張ってたからなんかでそういう話をメンバーにしたらいや別に俺らそんなことそんなにがっついてみたいな感じだった時にえ俺だけやったん一生懸命なみたいな時にもう完全にもう折れてもうええわと。 俺じゃあもう一人で頑張ろうって思ったのは事実そこやったそんですが、うん、そっからそっからまあねいろいろ、ね、そうや,だそやからなんか素直に「稲妻ロックフェス」に出させてくださいみたいなこと言,いな言えないなんかトラウマになってるわけですよ例えば家飲みのゲストもな,もなっちゃうで んさこれ信じたかんで、うん、俺なもう毎年誘ってんねんけどウソ<だ>れバレエあたり共同大阪の佐藤経由であああのソフィアって何かなれんかなやったらで話してみるわって言ってもう2週間ぐらいしたら「どうやった?」って聞いたらさなんか自分らでやっぱ一発目やりたいみたいだから自分どうかなって思って <laughs> 嘘うそうそうそええー、あんなにしとってる言うてたのにう<わ>もうそれでまたもう全然もう角や角のとこ 部屋の角で。<laughs> そんなことないですよ。そんなことない。もう、俺は消えへんでって言ってくれたら。それ。全然消えてへんよ。消えてへん。消えよな。どこでも連絡す。いや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 。もう、ほんまな。いや、でも、なんかね。まあ、いろんなことがありながらも。こうやってね、また繋がれてるっていうのは、いい、まあ、いいもんですよね。やっぱ嬉しいです。